半間家の本物貴族の半間岩先生です。私はね、地球で私より偉い人は存在しないんですね。で、国家で日本で歌われてる君が要は岩尾となりての岩尾という名前ですね。みんなが私の名前を歌ってるんですね。じいさんも父も同じ名前をつけますけども、そんなことでね、イギリスエリザベス女王よりか偉いし、天皇よりか偉いし、大統領よりか上なんですね、私の地位っていうのは。本物の半間家の王様なんですね。本物の王様ですね。で、半間家っていうのは800年か900年ぐらいなんですよ。その前は本間家、ね、本間家から追い出されてね、いまして、まあ人間が名前を呼ばれるようになった地名はついた時からの本家と言っていただければ分かると思います。で、日本よりか古いです。歴史よりか古いです。だから中国にも依存するし、私はね、ヨーロッパやアメリカの方にも依存するわけですね。地球の本物の貴族なんで、国を超えた歴史があります、ね、でね、人間たちってね、ほんと野蛮なんで、チャンバラなんですね。で、こういうふうに言えるように力つかないとね、私が一番地位は高いんだよって人間たちに言えないんですけど、私ちっちゃい時そうでしょ、ね、全然言えはしません、力ないから、ね、身分で私は東京都渋谷区で十字病院で生まれてるんですけどね、本物の天皇よりか偉いって言えないでしょ、子供の時力ないから。イギリスエリザベスよりか偉いとか、ソルダニーよりか偉いよと言えないです、全然ね。で、当然じいさん2人とも閣僚やってんですね。2回目の母のじいさんですけどね、閣僚やってるわけですね。で、本家の方も閣僚やってんで偉いですけどね。また本家でありましてね、本物ね。まあ、天皇とかイギリスエリザベス王とか総理大臣とかね、まあ、偉くいるような感じでね、初めからなるとそうやってますでしょ。ね。ただね、もっと世界中なんで、世界中で偉いんで、抑えられないんですよ。だから、ソテクって会社とか、パソコン会社とか、資本金138億円の大会社作って、今、もう京都ごめんしておりますけど、また、日本、JBC ホールディングスって会社も僕は建ててますけども、大会社ね。力弱いから、弱い時は、だから、お前アルバイトだなんてね、名誉会長にそう言ってくるわけですね。弱ければやっぱそうなんですよ。だから、ちっちゃい時、若い時はね、後でね、問題はもう起きますけどね。言うなれば、自分の家の陶器ですね、を無断で使って、使用人にしたっていうことね、なりますよ、当然ね。弱いとそうなんですよ。使用人にされちゃうんですね。いくら一番上でも。だから、そういう時は、ちっちゃい時は、私はちっちゃい時はそういうのでしたね。だ今、力ついてきたんで、発表できるわけですけど、ね。自分の身分ね。で、通常、徳川家とかいうのは名前作って普通の人がやってるんですよ。天皇も、貴族じゃないんですね。天皇家って。自分でお寺さんの偉い人になってたり、総理大臣みたいにみんなに認められて、昔ある時から総理大臣になったみたいなもんですね。古い総理大臣ですね。まあ、偉いは偉いですよね、総理大臣は。だけど、私よりか偉くはないんですね。ね。本物の貴族の王様だから、私は。偉い、一番偉いんですね、地球でね。で、そういうことでみんなチャンバラなんですね。で、あと、囲碁とか将棋とかね、僕、いろいろ名人も取ってるけど、やっぱり、プロよりか強いですよ。バニラオプションのスペシャリストでもあるんだけど、弱い時はね、やっぱ、言えないですね。で、弱い時ね、日本将棋連盟の厚木支部で19歳の時に大会で厚木市名人取ったんですよ。日本将棋連盟の支部。で、弱いから、どうなったと思うの？
で新聞載ってね、県の新聞に私の写真載せたら、ね、日本将棋連盟市民支部の厚木支部が前回全部燃やされちゃったんですね。だちょっとしたことでね、あとちょっと捨てちゃったということで、それがぼやになってもね、タバコがぼやになってとかするんだけど、その程度のことなんで、わざとつけようとしてるんじゃないけども、世間がそう騒ぐから、なんかそういうふうに仕込む動きをして全壊しちゃうんですね。だから事故にはなってると思うんだけど、そういうものなんです、全部ね。だから私の身分を知らないわけじゃないんで、反発してるんですね。有名だから、私はね、昔からね、知らないわけじゃないの。大体もう分かりますから、もう。とか、そういうのは妨害とか、ね、力で押してきてるんで、弱いからとか、一人で出てたら弱いからね、逆らったら殺されちゃうでしょ。離れてれば平気でしょ。ね。で、若い時は離れててもダメ。うん。責められました。で、年取って力ついてからですね。ね。で、自分の良い経歴もね、発表できないから。自分の良い経歴、学歴とかね、発表するとね、殺されましたから、世間に。まず、それをね、打破しないとなるね。自分の良い経歴とかね。だから成績とか学歴ね。だから両方やんないといけないんだよ。学歴よくても力弱いうちは殺されるんで、それをね、言えるようにするんですね。いくら勉強できたってダメ。それをね、粉砕する人いますから、学歴を。だからそれ言っちゃ、いい学歴を言っちゃね、殺す人いますから、それを処分しないといけない。